ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性はやはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹にシャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか。キル、いい加減死んどけ。アジア界にいることはできませんね。キルさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした。誰かに見られています。何。桐生さん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに
殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少佐、给我出来。我收到的命令并没有要求我杀你。なんて言ってる。奴の狙いは私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。なめやがって。いい加減開けやおら。
牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久手さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえは殴るしか脳がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか、拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらねえ兄貴、人間殴るのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強えと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい悪いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ俺。桐生、立花、すまね、遅くなった。謝ることありませんよ、桐生さん。おい立花、よせ、妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、桐生さん、ラオグエよ。あやつってのは道島総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。風間さん、排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんだこんなことに。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。くそ
ってまでだ。殻の一粒はもう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地を近江連合に売ろうとしてる人間が東条会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだ分からねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一粒を近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東条会に戦争を。知ったことか。キリエ、女を渡せ。東条会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東条会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？you